ででではは今今日日ののマーケットす。す。週明けの日記平均は円安、下げ幅今年最大です新型コロナウイルスによる肺炎の影響が広がる中、中国政府が25日に国内の旅行会社に対して、日本を含む海外旅行を中止するよう命じたことで、資生堂など、いわゆるインバウンド関連株に売りが広がりました。 為替が一時108円台の後半とほぼ三週間ぶりの円高に動いたことも売りに拍車をかけましたその為替です現在は45銭の円高109円の9銭10銭台というところですね水保証券三浦さんの今日のポイント中東情勢も重しです 26日にイラクのバグダッドにあるアメリカ大使館にロケット弾が打ち込まれたことも今日株価が大きく下げた要因の一つになっていると、また新型肺炎に関しては、今後の世界経済の先行きを見る上で、日本、アメリカ、そしてヨーロッパの患者数の推移に注意する必要があると見ていますさて、伊豆への旅がより快適になりそうです。 JR 東日本は今日東京と伊豆を結ぶ新たな観光特急列車を報道向けに公開しました全席グリーン車で先頭車両はよりグレードが高いプレミアムグリーン車となっています外国人観光客の需要も見込み車内では海外でも人気が高いラーメンが提供されます3月14日から1日に1往復のみ運行します 日本電気工業会が発表したエアコンなど白物家電の去年1年間の出荷額は4年連続で前の年を上回り1997年以降で最高となりました消費税増税前に付加価値が高い製品が売れたことなどが影響したと見ていますただ月ごとで見ると消費税率が上がった10月以降3ヶ月連続で前の年を下回っていますでは明日の予定です 経営側、労働側それぞれが春闘に対する考えを示す経団連労使フォーラムが開かれ、事実上春春闘が始まります。経団連は年功型の賃金や終身雇用などこれまでの雇用観光 雇用慣行を見直す必要性を訴える一方連合は大手と中小の賃金格差の是正などを求める方針ですそしてアメリカで金融政策を決めます FOMC 連邦公開市場委員会が開かれます政策金利の行方に注目です以上、今日のマーケットでした